バンクオブアメリカが選ぶ株式市場を牽引する可能性のある6つの強気なサプライズ。株式市場はすでに年初来で約 8% の上昇を記録しています。もしこれからご紹介する強気なサプライズが実現すれば、年末までにその上昇幅が拡大する可能性があります。バンクオブアメリカによると、今年の株式市場でさらなる上昇を促す可能性のある強気のサプライズは次の6つ。一つ目、ロシア、ウクライナ、NATO 戦争が終結する。ロシア、ウクライナ紛争が終結すれば、地政学的な緊張が落ち着き、特定の商品に関連するサプライチェーンの懸念が緩和されるはずです。二つ目、移民とチャット GPT はディスインフレへの回避。米国における移民の増加とチャット GPT の特定のタスクの時間短縮能力はどちらもデフレの力であり、組み合わせればインフレを押し潰すことができるだろう。そしてインフレ率の低下は FRB が金利引き上げを後退させる道を開くことになるんです。3つ目、ハイテク支出の増加。チャット GPT が波に乗ってくると、多くのテクノロジー企業がキャッチアップのためにお金を使うようになり、それは経済にとっていいニュースだろう。4つ目、新しい財政救済イコール不況にならない。議会では両陣営とも大きな経済ショックが起きると多額のお金を使う傾向にある。5つ目、 FRB による救済。景気後退の打撃を減らすために全力を尽くすのは議会だけではないです。 FRB も金利引き下げや債券購入プログラムを通じて経済を刺激しようとする強力な手段を持っています。6つ目、株式は債券よりも優れた選択肢。株式が債券よりも優れた選択肢であると再び見直されれば、資産クラスへの資金流入が急増する可能性があるんです。これら6つのサプライズが実際に実現すれば、景気後退を回避したり、ソフトランディングを見ることができ、最終的に株式市場を上昇させることができると、バンクオブアメリカは見ています。もう一度おさらいすると、今年の株式市場でさらなる上昇を促す可能性のある強気のサプライズは、ロシア、ウクライナ、NATO 戦争が終結する、移民の増加、そしてチャット GPT などの AI の影響により、ディスインフレへの回避が起こる、経済を押し上げるハイテク支出の増加、新しい財政救済により、不況にならないシナリオ、 FRB による救済、株式は債券よりも優れた選択肢、そのような考えが再び投資家の間に出てくると株価を押し上げる要因になるということなんです。